三角部。三角部は、前頭葉の左下前頭階にあるブローカ屋の一部で、ブロードマンの脳地図の四十五屋にあたる。三角部は上側を下前頭胞、下側を外側胞前、水平枝、微側を外側胞上胞枝のそれぞれに囲まれている。三角部は、言語理解や、その他の様々な機能に関わっているとされている。 一部の研究者により左右非対称性が発見され、右利きの被験者では、左半球の、左利きの被験者では、右半球の三角部が、反対側のそれよりも大きい。このような非対称性は、核気共鳴画像法の体積分析により、発見された。音声言語と三角部の解剖学的非対称性との強い、相関が見つかっている。ファウンダスラは、 ブローカーが彼ら以前に言ったように言語機能の脳における極在性を見つけたが、さらに片側の大脳半球が反対側の半球に比べてより強く言語と関係していることを示した。人の脳の二つの半球は見た目では胸像のようによく似ているが、機能の点では異なっている。ファウンダスラはブローカーやの一部である左半球の三角部が 右半球の三角部に比べて大きいことを発見した。また、この左半球優位性は形態的にも機能的にも示されている。つまり、脳の言語活動の際に活動する部分がより大きくなっており、ほとんど全員の被験者において、その部位は左半球側であった。また、右半球側の活動が優位であった、唯一の被験者は、 脳の形態も右半球側の方が大きかった。しかし、三角部の体積的な非対称性は存在しないとする研究者も存在する。彼らは三角部に左右非対称性が存在するという過去の学説に反対しており、これまでの結果は三角部が皮質角などの他の領域に比べて大きさや形態の個人差が大きいことによるものとした。加えて、 弁外部や側頭平面が統計的に優位な非対称性を示すのに対し、三角部ではこのような傾向は見られないとした。下前頭海の三つの海領域の強い神経、結合性を示した研究が存在する。下前頭海の一つの領域を刺激し、別の領域の反応を測定したところ、三角部と弁外部を結ぶ多くの神経経路が示された。また、 三角部の一部の刺激が三角部の別の領域での反応を起こすことから脳開化のネットワークの存在が示された。三角部は言語の意味処理に関わると考えられている。異なる種類の文章に対する反応を脳時計により計測することにより、前ずらは誤りを含む文の理解にはタイムラグが存在することを示した。この結果は人から 理解不能なことを言われた場合を考えれば分かりやすいであろう。この場合、情報を処理するための時間が必要となるはずである。加えて、彼らは N400 と呼ばれる特徴的な神経活動パターンを発見している。N400 とは意味的な不整合が示されてから400ミリ秒後に生じる負の事象関連電位のことである。三角部は記憶の認知制御に 役割があるとされてきた。何かを思い出す方法は様々に存在するが、人が何かを思い出そうとするとき、脳内の記憶中枢のストレージから情報が検索される。その情報は靴紐を結ぶ、際の筋肉の収縮の順序であったり、恋人の顔など様々なものがある。何かを自動的に思い出すとき、そこには思い出そうと集中したり、意志を働かせることはない。 このような処理は、ボトムアップ処理と呼ばれるものである。しかし、何かを思い出そうと意識することもあるだろう。例えば、ある学生がテストの際に、確かに習ったはずだが思い出せないような問題を解いているとき、記憶を呼び戻すことに注意を向けようと集中するはずだ。このとき、記憶に対し認知制御が行われる。このようなタイプの処理に腹外側前頭前皮質が、部分的に関与している。 三角部はこの領域の一部である。文章を大声で読むとき、人は書かれている言葉を音声へと変換しているが、この処理はブローカヤで行われている。読んでいる人は、音声化するための単語に関する辞書的な知識、または音素を構成している、文字列の系統的な知識を利用しているだろう。ギパ語と発音的な例外を含む語を利用して、音声化が脳において、 どのように行われているかを明らかにした研究が存在する。両者の単語を読んでいる際の脳活動を比較した結果、三角部は音とスペルとの関係が不規則な例外的語を読むときに強く活動していた。例えば、発音の文法規則に反して短く発音されるため、ハブは例外的語であると言える。なぜなら語尾のイは通常。 形部や例部のように長い A の音となるからである。私たちはハブという語に慣れ親しんでいるため発音を思い出すことができる。また発音するときに毎回発音規則を考える必要もない。三角部はこのような言語処理を助けている。トップダウンに情報を検索しているとき無関係なデータを除外するある種の制御機構が必要になる。つまり 求める情報に的を絞るため、いくつかの選別が行われていると考えられる。このような選別は、中腹外側前頭前皮質で検索後に起きていると考えられ、この領域は三角部とおおよそ一致する。このような理論は、情報が左前腹外側前頭前皮質を介してトップダウンに検索され、次に中腹外側前頭前皮質を介して選別が、 行われるというもので、記憶検索の二段階モデルと呼ばれる。他言語話者の脳における、第二、第三言語の処理を比較することにより、非母語言語の処理機構を示した研究が存在する。韓国語を母語とし、日本語と英語を同程度に使うことができる。トライリンガルに、それぞれの言語で、文章理解課題を行わせたところ、どちらの第二言語を、 被験者が処理しているかによって脳活動が大きく異なることが分かった。この場合、日本語に比べて英語の文章を理解課題を行っている際に、右の小脳及び左下前頭会の弁外部、右上側頭皮質の活動が増加していた。統合的、因律的に見て、韓国語と日本語は比較的近い言語であり、英語は遠い言語であると考えられる。小脳、 および弁外部の活動は3種類の言語の統合的な距離、上側と皮質の活動の変化は、因律的な距離をそれぞれ反映していると考えられる。しかし一方で、三角部の活動は処理する、第二言語によって優位な変化が存在しなかった。このことは言語における三角部の役割を考える、上で興味深い結果となる。第一言語と第二言語を、 どのように脳が処理しているかという問題は、まだ完全には解決していない。しかし、第一言語と第二言語の理解は、第二言語が比較的遅い時期に習得された場合でも左半球言語やの、ほぼ同一の領域で起きているとする研究が存在する。しかし一方で、受け身分の処理の際は、第一言語と第二言語では処理のパターンに違いが存在した。 習得時期の遅いバイリンガルの場合、第一言語を処理するときのみ、能動文に比べて、受け身分を処理する際の三角部の活動の増加が見られた。この結果は、言語習得の方法に関していくつかのことを示唆する。例えば、大人になった後に外国語を学ぶことが困難な理由は、脳が言語理解を専門としない領域を使用して、言語情報を符号化しているためと考えられる。 おそらく、習得時期の遅いバイリンガルが外国語に苦労する一方で、その言語の母語話者がスラスラと話せるのはこのためであろう。三角部が音韻処理ではなく意味処理に関わっているという理論がある。つまり、三角部は耳に入ってくる音により、単語を判断するよりも、むしろ単語の意味を解読する役割を持っているという考え方ある。この理論を支持する研究として、 名人によるものがある。彼らはこのことに加えて脳にはマルチタスク課題における意味処理と音韻処理の並行的な機構が存在することを確認た。この実験の被験者は単語と共に死因の文字列で表される偽単語を提示され複数種類の課題を行った。この時音韻処理課題と意味処理課題では活動する脳の領域が異なるにもかかわらず、 刺激の提示と脳活動の間の時間差は両課題で、ほとんど変化しなかったことから、このような気候の存在が考えられた。三角部とその周辺の領域は、処理される単語の難易度に関かかわらず、意味的符号化の際に活動が上昇するという、研究が存在する。この結果は三角部が、音韻処理よりも意味処理に関わっているとされ、理論と一致している。加えて、 この意味的不合化により、基地の単語が複数回にわたって提示された際に、三角部の関与が減少する。何度も現れる単語ほど、訓練によって脳の認知が向上することは直感的にわかりやすいだろう。しかしそれだけではなく、単語の反復により低下する三角部の活動は、単語の認知が意識的なものから受動的なものに変化していることを示している。 この効果を反復プライミングと呼び、意思とは無関係に起きる。この考えは、三角部が意識的な記憶の検索に関与していることと合わせて、脳の複雑性とその機能を説明する。さらにこの結果は、情報の不合化と検索に同一の機構が要求される可能性を示唆する。また、反復により低下した三角部の活動は、無意味な単語の反復では生じなかった点も、 興味深い。三角部は脳の他の領域、特に左前頭屋の言語ネットワークと強く接続されている。その機能は他の領域とは異なっているが、三角部の強い神経結合性は言語が一見無関係に思える思考プロセスの多くに統合されているという考え方を指示している。この考えは想像に固くない。 例えば、新しく知人の名を覚えようとすることは難しく、注意力を必要とする。この時、音を言語の一部として理解し、その聞いた単語を名前というカテゴリーに入れ、今見た顔のタグとして関連付け、同時にそれぞれのデータを記憶へと収めている。この点から、言語処理や意味理解、記憶の意識的な制御のそれぞれにおける三角部の役割が無関係であることはあり得ないと言える。 事実、左前頭屋にある言語中枢や他の脳の領域への三角部の強い結合を考えれば三角部が複数の機能を持っていないと考えるのは無理があるだろう。統合失調症はその複雑な症状のためほとんど理解されていない病気である。その原因を発見しようと統合失調症患者の脳を調べた研究が存在する従来から 統合失調症患者では、非対称性、複雑性、変動性などの異常な脳外の形成が見られていた。ウィスコラは、統合失調症患者は、人工統計学的な対象群に比べて、三角部が特に強く歪んでいることを発見した。彼らは、ブローカヤが幼児期から成人期にかけて、劇的に形態的変化を遂げる、特に過疎性を持った脳の領域であるとした。このことは、 子供の持つ容易に言語を覚える優れた能力を考えれば分かり合い。しかし、このことはブローカヤの記憶と早期に関する関与に限界があることも意味している。なぜなら、子供は意識的に記憶を検索することが不可能であるようには見えないからだ。加えて、彼らは脳の白質と開白質の体積を計測し、比較を行った。その結果、 統合失調症患者では白質が大きく減少していることが分かった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。